メイクまであと1時間です。ヘアは軽く巻いてもらったんですけど、メイク完成時にポニーテールにするそうです。今から何するんですか？今から、リボンに私がいるかちょっと見に行ってきます。お仕事でお酒見てたこれがね、今売れに売れているとファンの方から買えなかったって DM が来ました。確認していきましょう。何しに来たんですか？今日は観光です。観光コレクション。違います。合間にちょっと出ていいってことで、フリキも2号車もあるということでちょっと見に来ました。今日はありがたいことに来ました。2号にフリキもポスター2つ見つけました。心斎橋で嬉しい。YouTube の撮影してるんですけど、大丈夫です、はい、マフラーやってきたからって。全然緊張しないってことで、やっぱめっちゃ緊張しましたって方がすごい多いです。わかれます。うん、時間まだ入ってない。出た瞬間めっちゃ緊張してた。笑いますよね。カチカチになった。あだ緊張してめっちゃ肩こりするようじゃない。まだ緊張しないですか？全然撮りたい。撮りたい。かわいい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。あ、これ私のじゃないわ。私の服だと思いましたこれ。こっちだったわ。どうすんの？大丈夫です。ポトポトポト歩いて
ういう問題じゃないんだよ。さっきまでの一円はどこに行ったんでしょう。左側通行で帰ってもらって、反対側もここに、はい、アウトです、はい、お願いします。広い場は見るのでお願いします。1,2,3 なんかしてきた。え、あんましないのにしてきた。なんでだろう。じゃあ頑張ってください。あかん、やばい。最後カメラにバイバイやってから行きます。ぜひお楽しみに。さて、気になると言いながら、宇垣さん、はい、関西テレビで放映中のドラマに出演されているそうなんですが。私にだと思うけど、手を繰り返しました。ということで、初なんで無事に終わりました。楽しかったので、また機会があれば、こういうお仕事もしたいなって思います。はい、ということで、見てくださった方は感想待ってます。久々緊張した。バイバーイ。